では解説をしていきます。今回は、破綻調で、ドリアの和音が設定されています。ソプラノ課題です。さて、和音を埋めていきます。最初は1度、そして、ドリアがあって0度の進行なので、0度の時には5度6度という和音が一般的には多く当てはめられます。そして次がドー、まあ、ここはヨドにしておきましょうか。1度でもいいと思いますが、今回は僕はヨドにします。で、レーシ、レーからシに下がっています。典型的な2度から5度の進行だと思います。はい、2度、まあ、1点使うことが多いので、こちらも1点最適な配置使えたらいいなと思うので1点にしておきます。で、ここは半周詞なので5度7は使えません。さて、ここまでをちょっとやっていきましょう。まず最初の和音、ここは返り配置ですかね。はい、ドドソーミとなります。そしてドリアの和音です。ドリアの和音で忘れてはいけないのは、第3音ラがしっかりとナチュラルになることですね。そして、保留させて配分1となります。さあ、ドリアから5度です。5度なので5度7ですね。5度7なのでパスはソ、あと残ってるのはシレファになりますが、レはソプラノで使っています。そしてこのドリアの次の和音ではラというのは必ずシに向かっていくという限定進行になります。ここは、配分移行しても OK です。さて、そうなるとここは5度7なので、あとはファですね。はい、上行ヨドになっていますが、内声はヨドまでだったら上行は許されています。そして、5度7から6度ですね。これは全部進み方が決まっています。シード、レード、ファミとなります。6度からヨドです。ヨドなのでバスはファ。そして近いところに進みますが、ソプラノドからドになっていますので、ここはおとなしくアルトを3度加工させましょう。で、残ってるテノールはあまりのファになります。さあ、ここですね、最適な配置が使えるかどうかなんですけれども、今回は使えそうですね。このまま何にも、下3つは変わらずソプラノだけ変わります。そして半周詞の5度ですね。はい、近いところに行きます。半分終わりました。残りの半分変えていきます。はい、後半部分です。分かりやすいように半周詞から書いています。また和音を埋めていきます。半周詞の後、ドですね、まあ、一度の一点が来ることが多いです。そしてドシード、いろんな和音つけられるかもしれないんですが、今回は5度7 3点を使ってみましょう。5度7 3点の後には必ず1度の1点が来ます。これは絶対です。先に後ろの方を埋めていきます。ここはですね、編集詞のようになっています。ヨド調5度、そして、ヨドの、白くですね。そしてピカルディ修士っていうのがもう設定されています。なのでここ、その前を行きますけれども、ミーレーとなっているので、ここは1度の2点5度が行けそうですね。5度7にします。残ってるここですね、ファの音なのでヨドがいいかなと思います。さて、では音を埋めていきましょう。まず1度の1点です。バスはミ、そして、配分1または以降で近いところに行きます。共通音保留で近いところなので、レもドに行きます。そして、5度7 3点、バスは3点なのでファになります。で、残っているのがソーシーレなのですが、シはソプラノで使っています。共通音保留して、あとは残っているレ
アルト、ソデ、テノールがレになります。まずは一度の一点です。逆戻りしていいと思います。共通音保留、近いところに行きます。一度の一点から4度ですね。はい、共通音保留して配分1または移行です。ファはすでに、ソプラノで使っています。なので近いところ行きます。共通音保留、そしてアルトはソからラに行きます。ヨドから一度の2点です。一度の2点なのでバスはソになります。近いところ行きます。共通音保留、近いところラからソ、一度の2点から5度。もうこれはもう典型的なパターンになっていると思います。動詞ソファミレ、そしてここですね、ヨド調5度。ヨド調5度というのはドミソシの和音です。展開形ではないのでバスはド、そしてあとは残っているドミソシなんですけれども、バスもド、ソプラノもドになっています。ここは、こうなってくると不完全形を使うしかないですね。なのでソの音は省きます。となると近いところといったらアルトはミ、そして、ナチュラルをつけないといけないですね。ミのナチュラル、そしてテノールはシからシのフラットになります。はい、ヨドの、四六ですね。展開形ではないのでファがバスになります。これはもうほぼほぼ限定進行だけになっています。ミの音はレに行って、シのフラットは必ずラに行きます。最後はピカルディです。ピカルディなのでミは絶対にナチュラルになります。あとは近いところです。テノールはラからソに行きます。これで終わりですね。そしたら、音を聞いて終わりにします。ありがとうございます。